大変です。大変です。パソコンが起動しません。起動しない。パソコンが起動しない。立て続けに2回です。今日クリスマスじゃないですか。今日クリスマスイブなんですね。もう本当に僕クリスマスなんかありますね。ほんとダメだ。マジで。まあ、今ちょっと調べてし、ね、これね調べたんですけど、なんか「こんにちは、これはファージーアカデミーです」とキーと気を使いのコンピューターに回しながら Shiftoz なっよう OTMG やってれることっていう再起動するにはあなたはこの問題に直面しているのです。これなんか YouTube も出てきたんですけど、調べたらこれね、これこれ、それを解決すると再起動プレス。あ、どのようにそれを解決するにはこのエラーはブートセクターが破損または不足していることを示し、問題がハードウェア関連していない場合はそれを修正することができ限り、あなたは Windows の DVD が手元にあるように比較的容易に最初の CD ドライブからロードするように BIOS を設定し、 BIOS から保存して終了、 Windows 7または Windows VISTAOS を入手するインストールディスクドライブし、コンピュータを起動し CD または DVD からブートする任意のキーを押してください。 Enter キーを押します。Windows がファイルをロードして青色のモニターが表示され、言語、時間、通貨およびその他を選択すわって次をクリックし、そうでなければローカルディスクの位置をインストール選択しないでください。セレクト修理、コンピュータ、フォーマットされの検索、システム回復オプション、インストールディスク利用復旧ツールをチェックし、選択オペレーティングシステム、あなたは窓7を修復したいときにはあなたは複数のオペレーティングを持っているお使いのコンピュータ内のシステム、ロボットよくわかる。てかこれね、 Windows 7の、そう Windows 7なんですけど、マウスコンピューターで買ったんですね。マウスコンピューターで買ったんで、もともと OS が入ってるやつなんで Windows 7の CD はないんですね。どうしようかな。あ、マウスコンピューターあった。
USB、 あ、ここにちょっと対処方法が書いてありましたね。 USB メモリーや外付けハードディスクの周辺機器が接続されたら一旦取り出ます。それらの周辺機器が Windows がインストールされたハードディスクの優先順位の上位になっている可能性があります。いや、OS は初期化したくないな。これマウスコンピューターの、ヘルプページなんですけど、要はなんか USB とかついてるとそれがその USB が優先になってる可能性があるということなんで、とりあえずいろいろやってみます。ブート TMGR